リッスンプラスのその3ですね。 AI 記事 VS スタイフということで、リッスンとスタイフの AI 記事化、 AI 文字起こしの私の体験的比較検討をお話したいと思います。でおそらくスタンド FM で AI 記事使ってる方は有料配信にも興味があると思うので、その話はこの次のエピソードでお話ししようと思ってます。セットでお聞きいただければと思います。まあ私なりにリッスン、スタイフ両方使ってるんですけれども、それぞれ特に AI 記事化、 AI 文字起こし、それから有料配信メンバーシップなどについての体験的比較論ですね、を少しお話しようと思います。簡潔にね。まず AI 記事化ですけれども、私スタンド FM で最初 AI 記事作ってたんですね。で2つ問題点があって、1つは月ごとの制限がある。無料で AI 記事化してくれるのは60分と、毎月ね。これがすぐ引っかかってしまう、わけですね。30分の文字起こしやったら2回で終わってしまうという問題にすぐぶち当たりました。でコインも購入してやったんですけども、もう一つの問題、文字起こしの精度とその修正の手間ですね。これが非常にやはり難がある。でリスンも実はその頃はまだ文字起こしの精度あるいは修正の手間は結構かかったんで、まあ、それでスタンド FM 使ってたんですが、ところがその後リッスンが非常に文字起こしの精度が上がり、なおかつ修正の手間が本当に省けるようになったんですね。詳しい話はしませんが、それではもう私は完全にスタイフの AI 記事化は使わなくなり、全て文字起こしはリッスンでやるようになったということです。でただこれスタイフでやってる方はおそらく有料配信とかメンバーシップとかと AI 記事とリンクさせて使う方が多いと思うんですよね。つまり AI 記事化するものにはプレミアムをつけて、有料配信もしくはメンバーシップ限定にするという使い方をしている方が多いと思うんです。でこれは理由があって、いわゆる音声情報をだけではなくて文字情報にはやっぱり付加価値がつくんですね。音声文字化されたものにやっぱり付加価値がつく。今は AI が自動でやってくれますが、やっぱりそこには手間暇かかるわけで、それだけまあ労働の手間暇もかかるわけですから付加価値がつくわけです。しかも音声で聞くよりも短時間で、情報を手に入れることができる、視覚化されるわけですからね、読めるわけですから時間的にも短く読める、なおかつ文字になるから加工もしやすいという、まあ、そういう話になるわけですね。なので有料化ということとも、まあ、結構関連してくるわけですが、この有料配信の比較、スタイフ VS リッスンについては次のエピソードで語りたいと思いますが、この AI 記事化についてはぜひ、スタンド FM しか体験されてない方は一度リッスンというサイトの経験されるとちょっと衝撃が走るかもしれません。ということでリッスンプラスその3、 AI 記事 VS スタイフでした。ではまた。合わせてエピソード4、有料配信 VS スタイフもお聞きください。